企業 TV、はい、こんにちは。こんにちは。今日は、神戸大学の連携科目、初期体験臨床実習と IPW 演習について、ご紹介をします。今回はですね、企業通信とのコラボ企画ということで、普段よりもだいぶですね、大人が多い中で収録するので、はいはい、ちょっと気恥ずかしいところもあるんですけども、はいはい、まあ、この科目の魅力について、迫っていきたいと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介するにあたってですね、初期体験臨床実習と IPW 演習の両方を、担当している医療薬学研究室の、北家教授と、初期体験臨床実習と IPW 演習の両方を受講した学生の皆さんにお越しいただいて、おります。この2つの科目は選択科目でして、まあ、全員が履修する科目ではないんですけども、初期体験臨床実習は1年生、 IPW 演習は5年生で履修する科目ということになっております。まず初期体験臨床実習の概要と目的を、北家先生教えていただけますか。はい、神戸大学医学部医学科、それと保健学科、保健学科の方は看護学専攻、それから検査技術学専攻、医学療法学専攻、それから作業療法学専攻と、まあ、専攻が4つありますけれども、そちらの学生さんと、まあ、混成チームを作って、まあ、主に病院などの、医療施設を訪問して、で、まあ、実際行われているその保健医療の現場を、まあ、見学してくるっていう学外実習になってます。で、1週間のプログラムになってまして、まあ、月曜日まず初めて学生さん同士が集まりますので、まあ、アイスブレイクから始まって、まあ、オリエンテーションとか、患者さんのですね、講演会などを聞いて、まあ、初日は終わりと。で、2日目の火曜日、それから水曜日にですね、まあ、分かれて、それぞれの、グループで分かれてですね、病院施設を見学するというプログラムになってます。で、最後金曜日にですね、まあ、それぞれ見学してきた内容について、まあ、それぞれの見学施設どうだったかっていうようなことをですね、発表して、で、最後午後にですね、その内容について、まあ、全体で、まあ、討論するための発表会を行うと、そういうプログラムになってます。初期体験実習の時はまだ知識も全然ない中だったので、知識的なことよりは初めましての方とのコミュニケーションの取り方とか、あとは自分がそのチームでどういう立場で動けばいいのだろうっていうところを考えることができました。で、病院の見学っていうのも薬剤師の方から話を聞くだけではなくて、他の医学部の学生がいるからこそドクターの話や看護師さんの話も聞くことができたので、その中での薬剤師の役割ってどういうことなんだろうっていうのを考えるいい機会になりましたし、モチベーションっていうのも上がっていったかなと思います。神戸大学の医学部の学生さんと接するってどんな感じのこう印象というか感想があります？結構医学部のハイレベルっていうか、どんな印象を持ちました？同じ1年生とは思えなかったそんなところが、なんかそのチームでの積極性というか、本当に医学部、医学科、特に医学科の方が先頭を切ってまとめてくれたりとか、発表する人を代表で選ぶにしても、やっぱ医学科の人が行くよみたいな感じで言ってくれるので、そこが全然なんか違うなと思いました。なるほど。偶然というか、その初期体験臨床実習と IPW 練習を両方履修している学生の方って実は6人いたんですよ。そのうち4人が医療薬学で進んでるんですよねまあ、そのうちというか、まあ、進んだ後受けてるっていうところもあるんですけど、その初期体験臨床実習を受けたことがその要因で、例えば医療薬学研究室をなんか目指そうみたいな、なんか、なるほど、ね、6分の4が、そうですね、何かしら、何かこう、共通点というか、あるのかなって勝手に思ったんですけど、ちょっと先生の前でちょっと言いにくいかなと思ったんですけど、なんかその初期体験臨床実習を受けたからこそ、
余計その病院系というか、うん、医療、まあ、あと江本先生の、ね、臨床もあるありますけど、うん、そういうところに惹かれたっていうこともあるんですかね。あるでしょ、あるでしょ。あるの。この IPW 演習っていうのはそういう医療施設に行くわけではなくて、確かに先ほどと同じメンバーでチームを作って模擬症例シナリオがありまして、その症例にから課題を抽出して、その課題をどうやって解決していこうかっていうことの、まあ、ディスカッションしながら、いろいろなことを勉強しながらですね、進めていくっていうのはあるんですけど、まあ、施設そこの場面をこう見学してっていうのとはやっぱり違って、今度は自分たちがもう実際にその医療現場にいる人間だというふうな形で仮定してといいますか、そこの中で実際これが本当の医療現場であったらどうかって、目の前にこういう患者さんが本当にいたらどうかということで考えているというので、まあ、お互いが補完し合うような位置づけになるかなというふうに思います。結構全国的に見ても先駆け的なスタートが早い、はい、ことだと思います。もう今やどこの大学、医療系の大学でも行われて当たり前になっているかと思うんですけど、神戸大学、神戸薬科大学のこの連携しての IPW 演習というのは全国的に見たときにはかなりスタートが早かった、先駆け的な、うん、まあ、モデルとなるような感じの演習だったと思います。初期体験実習とやっぱ違って、ほとんどの医学科以外の人がやっぱ実習を終えているので、うん、こう深い話ができるのがすごく印象的で、自分も実務実習でその得た情報っていうのをアウトプットできる機会でもありましたし、自分が持ってなかったアプローチの仕方とかもたくさんあって、すごく学びを得られる機会でした、うん、特に印象的だったのは、結構近畿事項とかについては学んでいく中で、薬学部の中の学生だとなんか当たり前のことのように感じてたんですけど、実際に話し合いの時にはその話題が薬学部の時じゃないとあまり出てこなかったのが印象的で、薬に関することはなんかみんなは知ってるもんなのかなって思ってたんですけど、意外と知られてないことも多いっていうのを知って、やっぱり正しい知識をつけて発信していくのがとても大切な役割なのかなって感じました。医学部の人は治療法とか病態っていうのを見ていて、それと薬の相互関係っていうのを私たちと話して、で看護の方は精神状態とか生活状況で、検査技師の人とは検査値と、私たちの薬の話とか、あと理学療法とか作業療法の方だったら運動機能とか日常動作っていうのと、私たちの薬の話っていうので、全ての職種の方と薬の、その薬剤師の知識っていうのがつながっていたなっていうのがすごく印象的で、他の職種同士よりも薬剤師がつなぐ役割ってすごく大きいなっていうのを感じた演習でした。すごい、非常にいい感じハブ的な感じだったんですか、薬学部の時は。そうですね、なんか話していく中で、特にその検査技師の人がなんか検査値の話くらいしか分からへんって言ってて、うんうん、その看護とか医学の人とこうどう連携を取ったらいいかがちょっとなんかあんまり思い浮かばんなみたいなことを言ってたんですけど、こう薬剤師だったらやっぱり検査値ってすごく大事なので、そういう話をする上ではやっぱり検査の人にとっては薬剤師がすごく話す相手になるのかなと感じました。病院実習や薬実習終わられてから IPW 演習に参加してらっしゃるじゃないですか。それってその実習中には気づけなかったことなんですかね。やっぱなかなか病院実習中に検査技師さんと話をするってことはないですかね。だからこういう学生同士だからこそ話ができるタイミングがあったってことなんですかね。ごめんなさい、なんか綺麗にだからまとめてうんうんなんか
なんかすいません、質問者としてはなんかあのね、もうちょっとそのごめんなさい。あ、でも IPW 練習でそういうこう気づきというか、あ、こういうことなんやって、こう他との関係性で気づくことも、こう実習で気づかなかったことが、気づかなかったことがたくさんあったっていうことなんですもんね。そういう今おっしゃっていただいたところね、うん、じゃあやっぱりこう同じ学生だからっていうのもあって、やっぱりこうフラットに見れるというか、やっぱりそういうことがきっとね、あったんでしょうね、うん、だからこういうことを思ってたけどっていうところが解消できるいい機会になったりするっていうことですかね。初期体験臨床実習の頃は1年生だったと思うんですけど、で今回あの上級生になって IPW 練習っていうことで、であの何が一番1年生の頃と今とでは何が一番大きく違うと感じました？シンプルなんですけど、朝礼で何を言われてるのかとか、どこに問題点があるのかとかが自分で理解できたっていうのが一番大きくて、その1回生の時の初期体の時ではもうただただ話を聞くだけで問題点だったりとか、こう臨床でその問題点とか、その何が必要、どういう知識が必要かとかも全然分からずだったので、こう1回あの今までの勉強の知識とかを重ねてきたことでこう理解できるようになったっていうのが一番大きかったなと思います。なるほど。同じ組み合わせでもう1回集合するからこそ、うん、もう1回自分の成長度合いを、ね、確認できるみたいな、うん、そういう感じですね。あの医学部とか看護学科で、医学科が看護学科で当たり前だと思ってたけど、自分たちが知らなかったことって、朝礼だとなんか作業療法の方がなんかリハビリ、患者さんのリハビリに注目して話されてて、なんかこの人はこうだからこうしたら動けるかなとか、そういう状況を具体的に考えて想像して話し合いを進めてたので、患者さんの状態が歩けるか歩けないかとか、そういうところにも結構注目してたのが印象的です。作業療法とか理学療法とか、あのリハビリを専門としている方の 職業内容、何をされているのか、どういう感じで患者さんと接されているのかっていうのがいまいち分かってなかったなっていうのがすごく大きかったです。なんかこう具体的にこのうちの音楽のカリキュラムの中でそういうことに触れる科目っていうのはないんですかね。4年生の科目とかでもないんですね。処方解析とかではそこまでは踏み込まないんですか？ないですね。やっぱり薬学部なので、薬物治療中心ですので、例えば手術なんかの外科治療法とかある、ね、まずほとんど出てこないと思いますし、あのそういった意味での理学療法とか作業療法とかっていうのも出てこないんですね。多分理学療法しますとかリハビリしますとか、それぐらいのところで具体的にどんなリハビリするのとかね、いうようなところは習わないからわからないんじゃないかなと思いますね。次の質問が、卒業後の意味や目標について教えてくださいというところなんですが、この IPW 演習を受けてみて、その将来の進路の希望とかって変わりましたか？私は実務実習を経験して病院薬剤師を強く希望をするようになったんですけど、うん、私が実務実習が終わった1ヶ月後ぐらいにちょうど IPW 演習が始まって、すごくなんていうんですか、実務実習でそのまま病院実習そのまま IPW に行ったっていう感覚がすごく自分で強くて、そこで IPW でいろんな多職種との意見交換っていうのを経験して、やっぱり自分はその多職種と近い関係で意見が交換できる方がやっぱり楽しいというか、学びが多いなっていう風に感じて、そこでやっぱり病院薬剤師を目指そうっていうのは強く決まりました。私も一番やっぱり病院を目指そうってなったのの大きなきっかけはやっぱり実習ではあったんですけど、
実習に行った後にこう実際に IPW でこう自分が薬剤師になったと思って話し合いをしたことで、こう実習ではこう薬剤師の先生方が話しているのを聞くだけだったのが、 IPW で自分で考えてこう患者さんへのアプローチとか、患者さんのがどうしたらよりよくこう元の生活に戻れるかっていうのを自分で考えたのが結構まあ楽しかったので、そういうのに関われる病院を目指したいなと思ったまあを強く思うようにはなりました。ありがとうございます。他の専攻の学生と話す中で、ここを伸ばしていきたいなとか、今後こういうことを学生生活のうちで勉強したいなとか、そういうのって見つかりました？私は、薬の知識はやっぱ薬学生しかわからないので、そこをこう他の職種には絶対通ったらダメだなっていうのは思ったのと、逆にその他の職種がどこを専門にしてるかっていうのをちゃんと理解して社会に出ないと、そのここ分かってると思ってたとか見てくれてると思ってたみたいなのがあったら患者さんに絶対困るので、そのどこを専門として見てくれてるかっていうのをちゃんと理解しないとなって思いました。ああこの人はこういうところを見てるし、じゃあ私はじゃあこの薬学、まあ、薬剤師としてここっていうのをしっかり守っていかないとっていう、そんな感じですかね。かっこいい、やっぱり弱いですよね。自分の守備位置、それぞれの守備位置を理解して、はいはい、っていうことですね。動き方を考えるというか、相互理解っていうのが大事ですよね。自分も相手のことを理解しないといけないし、相手からも自分のことを理解してもらわないといけないので、まあ、そのお互いそれができてこそうまく多職種連携が成り立つのでね。じゃあ例えば後輩の人からね、IPW 取ろうとどうしようかなと思ってるって言われて、進めますか進めませんかって言って進めるんじゃないですか。それは自信持って進められるんじゃないですか。満場一致で、やっぱり実務実習から近かったっていうのはすごい大きくて、1日、まあ、3、4期の方はまあ受けれないんですけど、1、2期でも2、3期でもやっぱり1年以内に実務実習行った1年以内にやっぱ IPW があるので、総復習といいますか、自分が学んできたことがちゃんと身についてるなっていう確認にもなるし、逆にその自分が気づけなくて他の職種の方からここはとかって言われたら、あ自分気づけなかった、まだそこが足りてないなって発見にもなるので、そこがすごいいいところかなって思います。やっぱ自分で一番実習でこう見学させてもらうだけだったことが、自分がその立場になったつもりで自分で実際に体験できるっていうのが一番大きかったですし、あとは1週間同じメンバーでこう他の他学部の人と一緒に結構ずっと話し合いとかをするので、もうまあ仲良くなったりして、その薬学部だけじゃない他学部の人と友達になれたのもすごい大きかったなと思います。学生さんからいいお話いっぱいいただきましたので、はい、これを踏まえて感想的なものを力作先生されますそうですね、やっぱり自分のその進路に結構影響してるんだなっていうのは本当は初めて知りました、ね、正直。どうしても短科大学なので他の学部の学生さんと交流するという機会に恵まれないので、まあ1週間という短い期間ではありますけど、すごく学びが大きくて、それでそういう進路にもかなり影響してるということが今日分かって、ぜひぜひ新しい、これから受けようかどうしようかって思ってる人受けてほしいなと思いますね。薬学のそのスペシャリスト、プロフェッショナリズムを養うということももちろん大事なんですけども、やっぱり相互理解をきちっと図るというようなことは、やっぱり多職種連携を行うにあたってはもう基本中の基本ですのでね、チーム医療なしにはたった一人ではもう医療はできないので、そういうことを学生時代にやっぱり経験していくのか、
それともそういう経験なしにいきなり現場に行くのかっていうのは結構そこからの成長にもね変わってくるんじゃないかなというふうに思ってます。ですのでぜひ受けてもらったその経験を、将来に生かしてもらいたいなというふうに思いますね。はい、そしたらですね、本当にたくさんのことをお話しいただいてありがとうございました。ありがとうございました。まあ、これを見ていただいている、ね、在学生の方にもぜひ、5年生でですね履修していただければと思いますので、今日本当にたくさんお話しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。企業 TV